にちは、2期生シェアリングエコノミー班リーダー小野田です。そうですね、率直に言ってやっぱりアクティブに活動できるゼミを探してたのと、やっぱね、その論文読むだけっていう座学だけで終わらせることがゼミとしてどうなんだろうかなって自分の中で疑問に思ってて、それを解消してくれる唯一のゼミ、そう、それが長野ゼミでした。第2希望が長橋ゼミで、第3希望が確か多分乾ゼミ、全部地域に関連した町づくり系のゼミだったと思うんですけど、その新しい研究があって、まだ未踏な分野、人類がまだ到達しない分野にチャレンジする、その姿勢に僕は感銘を受けました。メルカリとか最近シェアリングエコノミーは日本とかで、ね、世界的にも広がりを見せていて、他の場所ではやれないけどここならできるみたいな、そういう目新しさもあるし、なんか将来的に見ても就活でそのあんまり他と被らないし、そういうところでも選んだ理由の一つですね。他の大学とかゼミでは勉強できないようなことが学べたり、学生以外の社会人の人とかそういう地域の人とかと関われること、そういったことができるのができたので入ってよかったなと。他のゼミとは全く違うと言っても過言ではないぐらい、やってる研究内容も新しいし、グループで活動できてみんなで成果を出すっていう点でも、社会人になっても必要になってくる力がこのゼミでは養われると思うので、まあ、長野ゼミが一番おすすめのゼミですね、僕の中では。知らないです。丸山敦志、京都出身であります。ゼミではやっぱり現地に足を運んで学べる、直接学べるっていうのが一番の魅力だと感じて選びました。震災復興に携わるというと僕もちょっと何か協力できたらなと思うので選びました。やっぱりその僕たちが知らないそのテレビとかでも放送されていないことも一緒に学べるということが大きいと思います。とてもアクティブに動くゼミだと思っているので仲良くなれます。はい、ありがとうございます。